対馬市で議論が続く高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場をめぐるニュースです。こちら、最終処分場の選定には3段階の調査が必要です。で、今対馬市ではこの第1段階にあたる文献調査の受け入れの是非が議論されています。この文献調査を受け入れた自治体には国から最大20億円が交付されることから、対馬市では地域振興を期待する声がある一方で風評被害を懸念する声もあり、賛否が分かれています。こうした中、対馬市議会の特別委員会は文献調査の受け入れ促進を求める請願を賛成多数で採択しました。核のごみの最終処分場をめぐっては、選定の第一段階である文献調査の受け入れについて対馬市議会に賛成反対などの8件の請願が出されていました。これについて審査する市議会の特別委員会が昨日開かれ、文献調査受け入れ促進を求める請願を賛成9人、反対7人、欠席1人の賛成多数で採択しました。一方、受け入れ反対の請願は反対多数で不採択となりました。採決の結果は来月12日に開かれる予定の市議会で報告され、文献調査に応募するかどうかは最終的に市長が判断することになっています。今回の採決結果を受け、対馬市の日田勝直樹市長は議論・採決を踏まえさらに熟考するとコメントしています。